人だって寝ちゃってるねこれ。でね、ある男性配信者が女性にすごくしつこくしてるっていう話がちょっとあって、その女性から相談受けてます。もう気持ち悪くて何ともならないと。で、ゼロワンの枠にいた時にその人がいて気持ち悪いと。で、内容はエロイプしようとか、もうブロックする前に延々と送ってくる、なんとかしてほしいっていう内容なんですよ。で、僕はね、そんなことはしない、そんな暴露はされたことないんですけど、あれ？もうなんか DM でもうすごい出会い値をして、もう気持ち悪いです、ゼロワンさんも助けてくださいって垂れ込み来ました。で、初めは配信のコメントのキャラだけかなと思ったら、もう DM でめちゃくちゃ送ってくるらしい。で、エロイプしたいとか、そういうエロいことを散々言ってくるらしいですよ。はい。で、ちょっとその女性に詳しく聞いてみますか、皆さん。ちょっとイベント中だったんで。ね。で、ちょっと話聞いて、ゼロワンの枠見てると、その人がコメントしてても吐き気がするって言ってたんで、もうブロックした方がいいかなと。はい。で、いろんな配信者にブロックされてるんだけど、まあ俺もねしようかなと。アイテム投げてくれるんで俺に。で、被害者いたら教えてください。他にもかなり悪質だよ。うるさいな。ちょっと待って、電話出ないじゃん。電話出ないじゃん。ちょっと被害者女性なんですけど、 LINE の音ってでかいでしょ、すごく。 LINE の音って、ごめんね。こんな、で、具体的にちょっと聞いてみようかなと。今 LINE 返ってきたんで。あ、バナナ10個、あれなんですよ、バナナ10個。うるさいよ。あ、もしもし。はい。あ、はじめまして。はじめまして。ゼロから一歩、可能性は無限大、ゼロワンです。すみません、お騒がせしまして。いや、いいんですけど、ちょっと具体的にね。はい。はい。どんな被害があるか、ちょっと教えてもらっていいですか。ちょっとリスナーさんに伝えときます。気をつけるようにね。注意喚起しときます。ありがとうございます。はい。と知り合ったのは、最初セイズさんのアンチをやつ、誰がですか。中井さんがですね、うん、名前だっけ。あ、いいですよ、名前もバレてるんで。はい。で、なんでそういうことやってるのっていうことが疑問だったので、そしたら、はい、セイジなんですね。で、もうすぐにセイジさんのことを話してるなと。で、雑税をしているから、そういう人は、はい、ふわっちからっていうか、こういうことから、はいろいろと暴露を聞きたいと、皆さんお話ししてくださいと、うん、見たことあるのっていう話になりますよ。なんかそうですね、はいはいはい、
で相当な人数が来てまして、うん、アンチ活動してたんだね。あ、そうですね。はいはいはい、はい、そういうことをしていいのっていう感じですけども、ちょっと待ってください。電波悪いらしくて、電波悪い、ちょっと待って、 Wi-Fi ちょっとお待ちください。あ、はい、ちょっと音直ったら教えてください。はい、リスナーさん、電波戻ったら教えてください。リスナーさん、はいはい、電波戻ったら教えてください。電波普通に聞こえます？いや、リスナーさん、あ、治りました。はい、ちょっと前ぐらいから中居がそういう政治のアンチコメントの枠を、なんかそういうのしてて、はい、そこで知り合ったんですね。そうですね、そういうことはやめた方がいいんじゃないのって私が言ってたんですね。はい、はい、そしたらなんかアイテム投げてって言われたので、はい、なんか可愛い子は、はい、フォローするし、はい、もしよかったらツイッターの方でって言ったら、周りの人たちは当てた出会い中の会みたいな感じで言ってたんですけども、はい、でもそれを誠司さんに最初伝えようと思ったんですね、直接、はい、でもやっぱりお忙しくされてらっしゃるので、はい、でもそういうことはちょっといかがかなと思って、ので、うん、本人がなんか私とつながりを持ちたいっていうふうに言ってきたので、はい、最初はちょっと嫌だなと思ったので、はい、拒否はしたんですけれども、はい、でもなんかもうどうしてもっていうので、はい、まあツイッターとかだけだったらブロックすればいいなっていう考えでツイッターをしたらその内容だったんですね。うん、はい、でそこからなんか話がしたい、声が聞きたいとか話がしたいとかっていうので、うん、まあそれはそれでなんか言いたいことがあるんだろうなって思ったので、はい、聞こうと思ってはいたんですけど、なんか最初はなんかカカオでつなげないって言われたんですけど、カカオは私がやってないので、はい、別に LINE でもいいよって言って、まあ、私も悪いんですけども、ちょっと軽率だったなと思ってます。で、LINE をつなげたら、はい、はい、それで、はい、で、そうです、私も私だと思って、うん、いたんですけども、まあ LINE でかかってきたらなんかいきなりし始めちゃったんですね。え、何を、なんか出して、ちょっと何を出したの。ビデオですよね。え、ビデオ通話してたってことですね。あ、そうですね、はい、ビデオ通話を最初、ビデオ通話違うんですよ。その中井さんっていう方がちょっと事故でビデオ通話になっちゃったんですね。あ、普通の LINE 通話から切り替えれるもんね、途中に、はい、はい、でももうなんか変な声とか出してるんで、もうちょっとそういうことやるんだったら悪いけどブロックさせてもらうよって言ったら、はい、あ、ごめんとかって言ってきたので、はい、まあ別にと思ってたらいきなり動画になっちゃったんですね。で、その動画になった時にもう全部ね、はい、で中井さんもびっくりして、えっ、ー、とかって言って急いで、いやいや、それ動画を消したの。わざとだよね、絶対にね。あ、そうなんですか。だってまず脱いでるのがおかしいでしょ。自分では、かなり焦ってたんです。うん、で今はブロックしてるの。一応ゼロワンにお伺いしてからっていうよりも、まあ基本的にはもうブロック削除するつもりではいるんですけども、うん、もうした方がいいんじゃない。あ、そうですか、わかりました、うん、それ以外にどういうことをやられたの。電話しようって言われて急に出されて見せられたってことでしょ。あとは何かあるんですか。あとはなんか会いたいと、うん、食事をしようとか、うん、で枠に来てなんかいきなりなんか私の写真でしていいって言われて、はいって思って、何どういう意味か分かんなかったですよね。写真でしょ。うん、配信してる時の
画像があって、その画像がちょっとなんか気に入ってるらしくって、なんかこれでラジオ画面のサムネでってことね。あ、そうですそうです。確かに可愛いもんね。そんなことないですけど、可愛いなと思いましたけど。何歳なんですか？26歳です。あ、26歳。なるほど。まあ、そういうので気持ち悪いって話でいいです。そうですね。だから、はい、気分が悪くなっちゃって、ゼロワンさんの脇にいることができないので。そう、そこまでなんだ。あ、そうですね。もう本当に、はい、気持ち悪いんですよ。うん、なんでね、みんなに伝えたいのは、はい、連絡来てね、電話しようって多分言われると思うんだけど、急にチンコ見せてくる人なんで、はい、それ気をつけてよ。ああ、わかりました。はい。いや、リスナーさんにちょっと言ってるんですけど。ああ、ごめんなさい。はい。ということでいいですかね。そうですね。はい、ブロックします。はい。で、まあ、なんか今も配信してるみたいなので通知が来たんですけど、はいはい、基本的にはもうブロックを全させてもらいたいんですけども、なんかゼロワンさんのことも、うん、もういいんだよあんなやつみたいな感じの言い方してたので。あ、そうなんですか。はい、はい、僕はもうブロックしてるんで。あ、そうなんですか。はい。でもブロックされてるのに、あ、今日やりましたよね。うん、今日いましたよね、あの人。イベント中、いや、配信終わってからブロックした。あ、さようですか。うん、はい、すみません、なんかいや、いいですよ、リスナーさんも。で、ブロックするんですね。関わらない方がいいですよ、気持ち悪い人とは。もう関わりたくないですね。はい。じゃあ、一応ね、注意喚起しといたんで。はい、はい、いいですか。わかりました。はい、はい、全面的にブロックさせていただきます。はい、どうもお疲れ様。わざわざ、はい、ありがとうございました。いやいや、大丈夫ですよ。はい、はい、失礼いたします、はい、ということですね。だから女配信者は気をつけた方がいいね。うん、配信してないよっていう人はあれだけど、変に電話とかしない方がいいですよ。女の子って男のチンコ見て嬉しいのかな、わかんないよ。俺はワンチャン見せてくれるんだ、あ、ラッキーとか思っちゃうけど、男は結構そうなんだよ。うん、ブロックされると俺がしてるから、まず、あ、気持ち悪いんだ、だったら気をつけた方がいいね、女の子は。うん、でね、やっぱ配信者にブロックされすぎってやっぱ理由があるからね、嫌われすぎでしょ、中井さん。うん、あ、見たくないんだということでした。で、ちょっと皆さんね、ちょっと見てみようかな。中井確認、連絡先知らない。まあ、どっちにしても面倒くさい、関わらない方がいい。うん、女も悪い。送ってきて、じゃあそれ。よく頑張った。これボーって風の音うるさい、みんな。うるさい？ちょっとうるさいな、ボーって。大丈夫？別に。あ、そう。広いが。結構で、声がなんか大人っぽかったけどね。なんかバグっちゃった、パソコン。開かないな。Google 開かない。バグってる。重い時どうしたらいいんだろう。おばさん、でも26歳で顔可愛かったよ、見た感じ。これ開かない時どうしたらいいんだろう。固まっちゃうわ。再起動。女が中井にアイテムこじってる。あれ、ちょっと開かないわ。女めくれた。何がめくれた。再起動必要。重くなってんのかな。 LINE してる、まんざらでもない。 いや、中井の連絡先知らないしね。